黒江真由です。福岡から転校してきました。滝先生から大前って人が部長だって聞いてて、会った瞬間に分かったの。ああ、この人に違いないって。今年も多いね。はい、新入部員の皆さん、北宇治高校吹奏楽部へようこそ。この3年間で一番って胸張れる演奏をしたいと思っているから、今年の1年生指導係リリカちゃんと私は就任しました。緑が吹奏楽のイロハを解説します。去年よりいい結果を出そうと思ったら何かを変える必要がある。このまま行くと1年部活ボイコットしますよ。都合3回オーディションは行われることになります。毎回オーディション？そのオーディションって私もやるんですか？先輩と黒江先輩、力量にほとんど差はないです。全国で久美子とこのソリを一緒に吹きたい。私たちは高校生活の大半を部活に費やすことになる。だったら後悔したくないし、してほしくない。その思いは全員一緒。北宇治ファイトー。